予選競争第3レーススタートまで10秒前を切っています。予選競争第3レース枠なりの3対3進入体系は定番通り、並びの方はインコースから1番2番3番4番5番6番の体系スタートいたしまして、横一線きれいなスタート、一周内マーケットで向かう先行争い、最初の勝負どころ各メンバーが殺到、インから逃げる体制は1号艇、2号艇が外つけ前に行きました。さあ内側3号艇4号艇接近バックストレッチ、2号艇は若干ターンが膨らんでいるか、しかし陰線残して1号艇の平田、2番手水槽、2号艇の池田氏の3番手争いは4号艇渡辺、3号艇の高田並んで向こう正面から2マーク、スタートの方は前提正常です。さあ今度は1号艇が落として回ります。さらに内側の方から4号艇、さらには2号艇が差し込む体勢でありまして、上位の並びは1番2番4番の体勢、レースはこれから2周目と入っています。リードの方は現在は3停進から3停進半となりました。1号艇の平田、2番手水槽、2号艇の池田氏の3番手4号艇の渡辺千草、後方は3番6番5番という体勢で2周目から1マークの旋回です。臨戦を押し切って1号艇の平田、2番手水槽、1マークはつけ前観光でありました2号艇の池田氏の3番手には外握っていった4号艇の渡辺、1番2番4番後方3番6番5番という体勢で向こう正面中間点、リードは4停進となりました1号艇の平田、2番手水槽、2号艇の池田氏の後ろも4停進開けまして4号艇の渡辺千草、それに2停進差接近する3号艇の高田光です。上位の体勢は1番2番後枠両者が上位を形成、後方でありますが4番3番という体勢も変わらず、レースの方はこれから最終周回です。124後方向かって3号6という体制で最終周回に各メンバーが入っていきます。独走体制固めて1号艇の平田、2番手追走、2号艇の池田氏の3番手に4号艇の渡辺千草、1番2番4番の体制、3周目の1マーク、上位3艇クリア、バックストレッチ向こう正面直線コースに入っています。2連単の 1-2 の組み合わせですが6倍ちょうど、3連単の 1-2-4 というのは 28.3 倍を示しておりますが、3番手と4番手の定冠があっという間に一定四半ぐらいになりまして向こう正面です。 1-2-3 に変わりますとこれが 15.2 倍です。3番手争い接戦、1番2番4番、3号艇高田が回り勝を取って内側のから全速差しのラストターンマークでありますが、3番手は4号艇渡辺粘りそう、 1-2-4 の体勢、今1着で1号艇平田ゴールイン、2着2号艇の池田氏のゴールイン、3着粘って4号艇の渡辺ゴールイン、3号艇の高田光は4着、後ろは5号艇の中田最高ホール工程赤澤降臨です。第5レース最終の進入体系はスタート点時同様、枠なりの3対3、体系はインコースから1番2番3番4番5番6番の体系、予選競争第5レーススタートいたしました。4コースから4号艇の北津わずかに好スタート、2コースちょっとへこむ形になりました。一周一マークはまずは1号艇が先前体制、4号艇がまくっていく、3号艇が内側の方から今度は差しのハンドルバックストレッチ向こう正面、1号艇の下から膨らんで内側の方から松本明恵、さらには4号艇の北津、1号艇の豊田接近、向こう正面からこれから2マークへと向かいます。スタートのは前提正常、後方2番6番5番、これもそらないところ、今度は3号艇の松本明恵が先前体制の2マーク、4号艇が交差旋回で内を差していく、1号艇が外握っていきました。上位の体制は3番4番1番の体制ですが、1号艇ちょっとターンが膨らんで内側のから2号艇の間に合わせ接近してさらない4番手、上位の体制は314、後方向かって256の体制、大時計前を通過いたしまして2周目から1マークの旋回です。3号艇の松本明恵がトップ、2番手追走、4号艇の北山奈、3番手も1号艇の定冠が粘って、2号艇がちょっとダンマーク外して外前に行きまして逆に定冠が来ました。341の体勢、トップと2番手の定冠は現在は5停進ぐらいとなって、2番手の3番手の定冠は4停進ぐらい、3番4番1番、その後ろは2停進半来まして、2号艇の間には4番手5番手5号艇の井野、最後方から6号艇の山下カレンという体勢、3番4番1番の体勢で大ダンマークを旋回いたしまして、レースの方はこれから最終周回です。
1マークはマクラル展開ながらも左右打ちを指してトップ、3コーテの松本特走体制を固めています。2番手追走は好スタートから角からのスタート、4コーテの北津、3番手には1コーテの豊田、3番4番1番の体制固まっています。3周目の1マークを旋回、2コーテが外逃げる体制で差のない4番手です。2連単の 3,4 の組み合わせは 4.2 倍、3連単 3,4,1、 これは 10.9 倍を示しておりまして、どうやらこれは2番人気ということになりそう。後方でありますが2番5番6番という体制、ラスタンマークレア、3号艇の松本明恵、この後ドリーム戦は1枠、2番手追走4号艇の北山奈、この後は第11レース、3番手のバッテ1号艇の豊田、この後は第10競争に登場です。今1着で3号艇松本ゴーリン、2着4号艇北山奈ゴーリン、3着1号艇豊田ゴーリン、2号艇の間には4着後ろですが5号艇の伊能夏樹、5着最高峰6号艇の山下、6着でゴーリンです。第6競争スタートまで10秒前を切っています。進入体系は定番通り、並びの方はインコースから1番2番3番4番5番6番の体系、予選競争目玉レース第6レーススタートいたしました。横一線きれいなスタートになりました。最初の勝負どころ各メンバーが殺到、6本の功績1マークへと集まりますが、インカルイングル対1号艇3号艇外前に来ました。5号艇バックストレッチ向こう上面、さあここはイン速攻を決めて1号艇の中谷、2番手3号艇の田村、8つ水木は追走、後方は4号艇千葉真也と、それから2号艇の入船並んでの4番手争い、最後方が6号艇の金子という体制です。1番3番5番、その後は交差旋回、4号艇2号艇内をついて2号艇がわずかに3番手に上がるか、しかし3番手争いは横に割って大激戦、上位2艇は1番3番トップと2番手の定冠、あっという間に5艇審査、その後3番手争いは2号艇の入船、さらには4号艇の千葉、若干遅れて5号艇の8つです。1番3番2番の体勢、1号艇が先前体勢、2号艇落として回る、3号艇が外逃げる、内側のから4号艇が差し込んでバックストレッチ向こう上面で、まだまだ続く3番争いは今度内4号艇の千葉前、アウト2号艇の入船です。その後5番手には5号艇の8つでありますが、上位の体勢はつかながら、しかし直線では2号艇若干部がいいか、しかし内側のから4号艇、上位の体勢は1番3番、さあ今度は4号艇を生かせまして2号艇が差し構えの2マーク、上位の体勢ですが1番3番2番の体勢となって、レースの方はこれから最終周回ですが、内をついて5号艇も接近いたしまして3番手争いまだまだ分かりません。2点真剣内に3手が締めく形になっています。わずかに2号手の入船優勢、1、3、2の体制となって、これから3周目から1マークの旋回です。1号手が先前体制、5号手を生かせまして2号手が差しのハンドルの3周1マーク、バックストレッチ向こう上面、上位の並びは1、3、2、 2連単の1、3の組み合わせは 3.9 倍、2番人気3連単1、3、2は 15.3 倍を示しています。その後は今度は4号手の千葉と、それから5号手8と並んでの4番手争いと変わってラスト3マークの旋回です。上位の並びは1番、3番、2番と高枠3車上位を形成いたしまして、最後の直線コースから予選競争目玉レース第6レース、1番、3番、2番と、ここはベテラン勢に軍配があってゴール、今1号手中谷ゴールイン、3号艇田村ゴールイン、3着2号艇入船ゴールイン、後ろは4番5番最高峰6番ゴールインです。気温は19度、左前方から緩やかな向かい風のコンディションです。予選の第7競争、進入体系はインコースから1番2番3番4番5番6番の体系で今スタートいたしました。
4号コースわずかに好スタート、4コースから4号艇の差ちょっと絞っていこうかという体勢、さらに1号艇が先前体勢、3号艇先に行って4号艇が差し構え、5号艇がまくり差しのハンドルバックスリッチ向こう上面、さあ激戦となった1マークでありますが、1号艇内側のから5号艇の西舘まくり差しのハンドル、さあさらには2号艇も接近いたしまして、1号2か1 2号の体勢が向こう上面から2マーク、スタートのは前提正常です。陰線なんとか押し切るか、1号艇のキーツカさん、2番手追走、2号艇のソカ、さらにおっと5号艇がここで落水か、さらに外握っていった4番6番という体制でありまして、レースの方はこれから2周目、スタートの方は前提正常、スタートの方は前提正常です。一線を仕切って1号艇のキー、2番手水槽、2号艇のスカー、3番手3号艇の孫崎、4番手に4号艇の佐々木、最後方は6号艇の高田彩が追走、なお2マークの手前のところで5号艇の西舘でありますが転覆を期しています。上位の体制は1番2番3番後方4番6番という体制で、バックストレッチに5メンバーが入っていきます。なおこのレース5番の西舘でありますが転覆のため失格となっています。レスキューの外側を通過いたしまして、上位の並びは1番2番3番の体制、各メンバーが今2マークを旋回する形になって、レースの方はこれから最終周回で入っていきます。激戦を制しまして、陰線を仕切る形は1号艇の木塚さん、2番手追走、2号艇の細川優子、3番手には3号艇の孫崎です。1番2番3番4番手4号艇の佐々木、最後方6号艇の高田彩、なおこの第7競争でありますが5号艇の西舘美里は2マーク手前のところで転覆のため失格となっています。2連単の1、2、4倍ちょうど、3連単1、2、3は 11.6 倍を示しています。ラストターンマークの旋回へと向かいます。各メンバー今日は1回走り1号艇のキー、2番手追走、2号艇の菅、この後のドリーム戦は6枠での登場、3番手3号艇の孫崎は今日初日は3着2本とまずまずのスタートということになりそう。予選競争第7レースは後枠3車上位を形成してゴールです。今1から1号艇のキー合輪、2着2号艇の細川合輪、3着3号艇の孫崎合輪、4号艇の佐々木4着で合輪、最後方6号艇の高田彩5着で今合輪、なお5番の西舘美里は